松岸株式会社松菱は、かつて静岡県浜松市中区に存在した百貨店。2001年11月14日、328億円の負債を抱え経営破綻した。破綻時の社長は谷田奈緒。所在地は静岡県浜松市中区家事庁124番地、丸に松葉菱を商標として使用していた。 1945年6月18日の大空襲により、浜松の町は大部分が破壊され瓦礫の山になってしまったが、松岸百貨店は奇跡的にも破壊を免れ焼け残った。ただし、無傷で残ったわけではなく大きな損壊を受けた部位も所々にあった。そうした箇所を修復して営業再開まで持ち込むのにおよそ3年の月日を要したという。松岸が 顧客から資金を集めていっていた積立金、優待制度、松岸友の会が破綻の主因である。友の会は入会して毎月積立を行うと、1年後には、積立た金額より1ヶ月分多い13ヶ月分の金額の買い物券を受け取ることができた。中高年の主婦層に人気で、会員数は49,660人、積立総額は、 約32億円にも上ったが、積立金は、本来必要とされる独立会計など適切な運用がなされておらず、会社の運転資金などに流用されていた。カップ販売法で定められた保証金の16億円について、業績の悪化により、保証会社の日本カップ販売から保証を受けることができなくなり、代わりの資金調達もできなかった。北秋安行浜松市長も、 支援企業探しに奔走したが見つからず、静岡地方裁判所浜松支部に自己破産の申し立てを行い、破産の宣告を受けた。松尾氏が、友の会の資金を流用するに至ったのは、円鉄百貨店創業に対抗するために増唱した、新館の建設費が有利子負債として、経営に大きくのしかかったためである。JR 浜松駅連続立体交差事業に、 伴って発生した土地を利用して、浜松駅の真横という高立地に開業した、円鉄百貨店は、予想を上回るペースで業績を伸ばしており、反対に売り上げが、頭打ち状態に陥っていた松菱は、行政からの要請もあって集客力向上のために、新館を建設することになった。しかし、新館開業後も、松菱の集客は思わしくなく、過去最高の売り上げを記録した。 新館開業初年1992年度でさえ、当初の目標であった350億円を大幅に下回る262億円に止まる結果となった。時期がバブル崩壊と重なったこともあって、それ以降も売上減少に歯止めがかからず、ついには新館建設時の借入金返済を売上から賄うこともできなくなり、運転資金確保のために、 友の会の積立金に手をつけたのであった。この問題を重く見た、当時の東海銀行が真っ先に融資を打ち切り、当初は支援する方針だった、メインバンクの静岡銀行もそれに同調するように、融資を打ち切ったため経営が行き詰まった。松尾氏が倒産した11月14日は、友の会会員向けに行っていた、優待販売会の初日であり、集まった会員らは、開かない。 シャッターの前で騒然とする事態となった。また翌15日は取引先への支払い日、従業員への給与支払い日であった。松菱の倒産直前に友の会を大会したり、大量の商品券を金券ショップに持ち込んだりした客がいたことが後になって判明した。松菱は浜松を代表する老舗百貨店であり、 景気の低迷などによって業績が悪化しても、地元経済界が潰さないとの見方が、地域住民の間に根付いていたため、松岸友の会はゼロ金利政策課の長、低金利時代にあって、確実な収益が期待できる資産運用法として、中高年の主婦層に人気であった。隣接する、ザザシティ浜松が、前年の西館オープンに続き中央館のオープンを1ヶ月後に、控え、 空中連絡通路で結ばれた松菱と合わせて、グランドオープン間近の時期だっただけに、松菱の倒産は市民にとってまさに寝耳に、水の事態であり、ショックも大きかったと言える。駅前から、火事町方面への客の流れが失われ、松菱との相乗効果を期待していたザザシティ浜松の集客にも大きく影響したと言われている。同じ浜松市内を中心にスーパーマーケット、 松菱マートを運営する松菱商事は、松菱との資本関係はないにもかかわらず、支払い能力を疑問視され取引先からの商品の納入が滞るなどして、店頭商品の欠品が相次ぎ、業績が急速に悪化。2002年6月には民事再生法の適用を申請するまでに追い込まれた。2003年2月期決算では4800万円の、 債務超過に陥っていた。その後、産業再生機構の支援を受けた百貨店の津松市にも影響を与えたと言われている。松菱本体と関連会社2社が破産宣告を受けた。松菱の再建は断念され、代わりの商業施設を誘致する方向で再開発を行うことが決定した。2003年に松菱やと再生協議会の事業評価コンペが行われた。 用途を商業施設に限定するという条件のもと2社が参加した。協議の結果、旧松美市の資産は大手雑貨店のロフトを核とした事業提案をした浜松市の不動産会社、朝日コーポレーションに売却され、朝日社によって再開発が行われることとなった。当初の事業計画では2006年度より松菱本館と共同ビルを取り壊して、 地上8階、地下1階の再開発ビルを建設し、既存の新館は改修を行って引き続き使用することとされた。再開発ビルは2008年3月の竣工を予定していた。新館には1階から7階までロフトを入居させる計画であった。事業コンペなどの経緯から商業施設にすることが筋と浜松市に注文をつけられたことにより、再度、 大手百貨店の誘致に乗り出す。2006年5月、大丸と朝日社が出店に向けて水面下で調整していることが判明した。同年7月31日、朝日社、浜松市、大丸の3社による本格的な協議に入ったことが明らかになった。大丸側の意向により、新館も取り壊して、短観の百貨店を建設する計画となるなど、事業計画には、 変更が加えられた。大丸と松坂屋との経営統合が決まった後の2007年3月15日の記者会見において、大丸会長の奥田勤は、大丸に代わって、松坂屋が浜松に出店する可能性に含みを持たせる発言を行ったが、2007年6月11日には出店した場合の店舗名について、松坂屋ではなく、大丸とすることを決定した。 2007年7月24日、朝日社、大丸、浜松市の3社が、大丸浜松店出店で、基本合意した。2010年11月開店を目指し、地下4階地上9階、延べ床面積約67,400平方メートル、営業面積3万4,000平方メートルの、県内最大規模の百貨店とする計画で、初年度売り上げは250億円が見込まれていた。 しかし、その後の調査で、大量の地下水による難工地が予測されたことにより、開店日は2011年11月に延期された。2008年9月にはついに三者合意が白紙になった。これを踏まえ、鈴木康とも浜松市長は、市議会の答弁で一部地権者が出展に合意していないことを初めて公式に認めた。その後、 リーマンショックに橋を発する急激な景気の悪化のため、百貨店業界は大幅な売り上げ減に苦しみ、また市内経済が輸出型製造業に大きく依存する浜松市内は雇用、経営不安が起こるなど深刻な不況に陥った。その中、2009年1月26日についに大丸は出店を断念し、計画は完全に白紙に戻された。 2017年と2019年、浜松市は朝日社に対して再開発を進捗させるよう勧告した。ありがとうございます。